はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん。レゴスターウォーズのレジスタンス X ウィングファイターとファーストオーダースノースピーダーです。レゴスターウォーズのマイクロファイターズの新しいシリーズ3っていうのが出てましたね。はい。で、今回はレジスタンス X ウィングファイターとファーストオーダースノースピーダー、これをですね、それぞれ作っていきたいと思います。はい。はい、では作っていきましょう。はい。これは僕が作った X ウィングファイターですね。そうだね。これは菅原ちゃんと開閉しますね。おお。昔あったマイクロファイターズの X ウィングと一緒だね、うん、レジスタンス仕様になってもちゃんと開閉すると。はい。ビルダープルフィギュアーズのボバヘッドみたいにこちらポーンってしょぼいんだよね。これがほんともうちょっと勢いよくやればいいんじゃないの。せーの、ほい。こんな感じなんだ。しょぼやっぱり。まあね、スプリングローデルシューターに比べたらちょっとあれだね、うん、でもしょうがないよね。対象年齢が6歳から12歳だもん。うーん。ここに乗ってるのがレジスタンス X ウィングパイロットですね。はい。ヘルメットが違うね。青ですね。はい。で、反乱軍の時はオレンジでしたからね。ちょっと違いますね。はい、はい、で、これね、銃持ってるね。ああ。それでこのヘルメットは取れて、後ろ側顔ついてんのこれ。ついてませんね。ついてない。はい。あ、ついてないね。はい。はい、そしてこちらがファーストオーダーのスノースピーダーですね。はい。これはですね、なんと劇中には登場しませんでした。はい。チラッとだけレイとフィンの後ろに映ってたんだけど、うん、このスノースピーダーが出てくるシーンは、劇中ではカットされてしまいましたね。ああ。削除シーンで出てきます。はい、うん、あ、DVD でね。そう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 、あれに入ってると思う。多分ちょっと悲しいよね、うん、せっかく作ったのに、うん、レゴまで登場したのに、うん、スノースピーダー出てこない。ひどいよね。で、ここにですね、キャノンみたいなのがついてます。これはこのボタンを押すとピュッと飛ぶようになってますね。いきますよ、せーの、ほい。こんな感じで、これ一応狙える。そう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 、ちょっとね、角度調整なんかちょっとだけできます。はい、バケモン。まあでも貴重なスノースピーダーがレゴで出てるので、ぜひ動画な。そうだね、ぜひ、気になった方は作ってみてくださいね。現れたね、レジスタンス、行くぞ。シュッ。うわー、なんだぞ、ほりゃー、ぼー。うわ、ほりゃー、ほりゃー、ぼー。ほりゃー、ぼー。うわー、ほりゃはい、ということで今回はレゴスターウォーズマイクロファイターズのレジスタンス X ウィングファイターとファーストオーダースノースピーダーでした。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。ついでにですね、この、トイザースからもらったキリンのね、レゴもちょっと実はこっそり作ってましたけどね、はい、今回ね、これは別に紹介する必要ないでしょう。はい、ということで今日の動画がもし良かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いします。はい、そしてチャンネル登録をしていただくと、はい、YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、はい、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、それとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、ぜひそちらのフォローもお願いします。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。